紹介いただきました家族会事務局長の横田拓也と申します。横田めぐみの下の双子の弟の一人になります。一卵性の双子ということで、とてもあの皆様方とか報道の皆様からですね、どちらかわからないほど似ているので、今日はそのうちの拓也の方がお話をさせていただきます。で、本日は本当にこの連休の中、コロナ禍で制約が大変多い中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。また日頃からこの北朝鮮による日本人拉致問題に対してですね、大変深いご理解とご支援をいただきましていることを誠にお礼申し上げます。ありがとうございます。で、私自身はですね、約24年25年ぐらい前に福岡で勤務をしていたこともあって、とてもあの好きな九州でこうして皆様方の前でですね、お話をさせてもらうことがすごくあの力強く感じているのと、あとはあのこの半年ぐらいはこのコロナの制約でこうした集会講演というのが開くことができなくて、情報の発信もなかなかすることができなかったわけですが、その前は2018年の12月に福岡の直方市、九州でいうと去年の12月に熊本の方でお話をすることができて、まあ、一歩でも、そしてお一人でも多くですね、直接訴えることができるように活動してきたわけですが、今日本当にもう半年以上ぶりにですね、こうして皆様方の前でお話をさせてもらうという形でございます。先週の11月14日の土曜日、実はあの父、茂の誕生日でした。その翌日が、先ほどビデオでもご覧いただいたと思うんですが、15日が、めぐみが北朝鮮の工作員たちによって拉致された事件の当日ということで、姉の父の誕生日の翌日に姉が拉致されたと、そういうような暦になっています。父は6月5日に2年間川崎の病院でですね、闘病をしていたんですが、まあ、その闘病もですね、本当にあの長く辛い時間だったんですが、まあ、本当に姉と再会することができずにですね、87歳という年齢で他界をいたしました。これまで全国1300回以上のこうした講演や集会の中で訴えさせてもらって、そして皆様方から全国1435万筆以上の救出活動の署名をいただきまして、本当に多くの方々に支えられ、助けられ、この問題が自律的な国民運動になったことをですね、重ねて市に代わってお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。実は今日本当は私もこのビデオを一緒に見ながらというふうに思ってはいたんですが、実はこの特にアニメのビデオは私実は最初から最後まで一度も見たことがなくて、本当に昨日のようなことであり、そして本当に内臓をえぐり取られるかのようにすごく衝撃的な内容で、これを見てしまうと講演とか集会で平常心を持ってお話しすることができなくて、どうしてもわがままを言わせてもらって中座をするというか、違うところで場所を移して聞いていたんですが、本当にそれくらい自分にとっても家族にとっても残酷で辛い内容でして、まあ、これが現実、私たち横田家の身の上に降りかかっているということでございます。改めて横田めぐみの拉致事件を中心にお話をしてまいりたいというふうに思っています。今から43年前、1977年の11月15日に私の横田めぐみは北朝鮮の工作員たちによって拉致をされました。日本人拉致の被害者は日本国内から拉致されたケースや、海外で甘い言葉に騙されて拉致されたケース、いろいろな事例があるわけですが、私の姉は新潟市の寄居中学校というところでバドミントン部、姉は入っていたんですが、そのクラブ部活の下校途中に北朝鮮の工作員たちによって日本国内から拉致をされました。拉致問題、受験問題であり、日本国内から拉致をされたということは主権問題であるということも私たちは忘れてはならないと思います。皆様方から見て、なんとなく地図の模式図を申し上げると、こちら側が陸側だとすると、こちらに寄居中学校という学校があって、私の家があって、皆様方から右手の方にですね、日本海があるというような構図です。日本海から自宅まではもう徒歩で5分ぐらいのところ、近さにありまして、その日本海と自宅の間に
防風林の松林がある、そういうふうな形です。私も、九州に住んでたことがあって、九州の空というものを知ってる上でお話申し上げると、それと比べると新潟の日本海の11月の夜の黒さというか、空というのはものすごく漆黒の暗さ、黒さです。そして日本海は風に吹かれて、その海鳴りというか暴風雨に吹きつけるその風の音というのは、本当に特に夜になると、小さい子供はもう怖くて寝ないといったような、そういうような雪と黒い空混じった、事件がなくてもちょっと怖いような雰囲気があったんですが、そんな位置関係の中で起きた事件です。中学校から海に向かってちょっとこう上り坂なんですが、後ほどその警察の方が大量動員されて、当日それ以降も大捜索をかけて、警察犬も何頭も出て調べたんですが、わずか自宅の家、本当目の鼻の先のところで警察犬が匂いを見失ったということですから、それは実際それが場所かどうか分かりませんけれども、本当にわずかのところで家にたどり着くことができずに、工作員たちによって拉致をされたと、こういうような話です。当時中学1年生、13歳という若さの女の子が拉致された事件です。横田めぐみは本当に性格でいうと明るくてしっかり者で、読書が好きで動物が好きで、食卓の中では本当に話題の中心で、友達の中でも人気者、当時もバドミントン部で選手になるかなれないかということで本当に悩んで、本当に前向きで建設的で明るい、ひまわりのような、花で例えるとひまわりのような黄色いオレンジ色っぽいような、そんなしっかり者の姉でした。まあ、そういう明るい姉が突然いなくなってしまったというのがこの問題になります。今日は皆様方のお手元にも日本政府が作成しているこの拉致問題のパンフレット、これもちょっと一緒に見ながらお話ししていきたいと思います。先ほど陸側の与一中学校と日本海側のその関係をざっくりお話申し上げたんですが、与一中学校と自宅の間に当時からもう廃墟だったサボイホテルというホテルがありました。これはもう昼間でも、お化け屋敷みたいなホテルですから、近寄ることも怖いし、中に入るなんてもう想像もできないような、廃墟のホテルがあったんですが、その当日私と弟の哲也2人は、夕方ということもあって自宅でこたつに入ってテレビを見ていました。でいつもなら帰ってくる時間帯に姉が帰ってこなくて、母が心配して中学校まで様子を見に行きました。そうするともう部活終わっていて、ママさんバレーが始まっていて、ママさんバレーの方に聞いたらもう終わってますよということで、どこか一本道なんですれ違うことしかないんで、迷うってことないと思うんですけど、もしかしたら友達同士で道草してってことではぐれたのかなってこともあって、1階に戻ってきたんですが、そこでも姉が帰ってこなくて、少し様子が変じゃないかということで、その当日私と弟の哲也が、母を真ん中に両手で3人でつながってですね、自宅からそのサバイホテル、そして与一中学校の方に探しに行ったというのがこの拉致事件の始まりです。昼間でも怖かったそのサバイホテルに私が懐中電灯を持ってですね、今では明るい懐中電灯ばかりしか売ってませんが、当時は本当に豆電球のような真っ暗な懐中電灯ですから、それを片手にですね、廃墟のホテルにも本当に決死の覚悟で探しに行きました。廃材が転がっていました。何も手がかりがありませんでしたし、もう2階とかその奥に進むことはとても怖くて行けなくて、そのままその廃墟のホテルから出て、もう一回中学校の方に行っても何も手がかりがなく、そしてまた自宅に戻っても姉は帰ってこなかった。これが本当にこの43年間苦しんでいる拉致事件の当日の様子です。私たちは、特に両親はですね、姉がいなくなったことが誘拐ですとか何らかの事故、事件、そして13歳ですから、一般的ではないと思うんですが、例えば一般的に言われている駆け落ちみたいなケースもいろいろなことを考えて警察に捜索願いや探しに行ったりしました。母はよく雑誌でめぐみに似たような少女が出てると、めぐみじゃないかと思って
出版社に電話をして、この写真はどこで撮った写真ですかと言ってることを何度か聞いていたことも横で見ていましたし、テレビに映っている映像の中に似た恵み似た少女が映っていれば、同じようにテレビ局に電話をして、これはどこで撮った映像ですかと言ってることを問い合わせてました。何度もそういう自分でできることは両親はやっていたと思います。中には私たちの家にいたずら電話、身代金目的のいたずら電話だったり、無言電話も何度もありました。もしかしたらその無言電話の中には、めぐみが、北朝鮮当局の人間に絶対喋るんじゃないという前提で親の声を聞かせるためにやっていたのかもしれないし、もしくは日本国内に隠れていた北朝鮮の工作員たちが私たちの様子がどんなことを探るために電話をしてきたのかもしれない。その真実は分かりませんが、そういったいたずら電話、嫌がらせ、無言電話、ありとあらゆるものがこの当時の私たちの家に電話がかかってきました。11月15日のその当日の夜、結局姉が帰ることはなく、そして私たちまた9歳の弟ですから、小さいですから寝ました。翌朝になっているかと思って探したけども、部屋には姉はいなかった。私たち、特に弟の2人にはですね、この43年の中で一番この当日の夜と翌日の朝、そしてその夜 2,3 日後のこの1週間ぐらいがですね、一番辛かった1週間です。なんでいないんだろう、昨日までいて今日までいたのになんでいないんだろう、帰ってこないんだろう、どこにいるんだろう、そういったような辛い始まり、この1週間本当に今でも思っても辛い時間でございます。もし姉にこの拉致事件がなければ、本当に明るい未来を描けただろうと思います。自己実現が図れたと思います。私はよく、自分も普段はサラリーマンやってますから、いろんな女性の働いてる方とお会いしたり、街で歩いてる方を見ると、でも本当に何もなかったらこうして働いていたんじゃないかなとか、もしくは中学1年生で拉致されたわけですから、勉強が大好きで本を読むことが大好きでしたから、高校に入って大学に入って就職をして、自分のやりたい仕事を社会貢献のためにして、恋人ができて生活をして子供を設けて、ごく当たり前のことをできたんだろうと思います。公園とかで家族の3人4人の賑やかな声が聞こえてる声を見ると、こうしてあれも本当に普通の幸せな家庭を受けたんだろうなと思うことがいつもあります。でもそれができなかった。北朝鮮の暴力的で一方的な破壊行為によって彼女の人生は狂わされてしまった。本当に許すことができない現実です。当時日本国内では北朝鮮という国が、専門家の方はもちろん分かってるんでしょうけれども、どこにあってどういう国かということをあまり知られてはいませんでした。それは私たち横田家においても同じでした。日本の当時の報道機関が北朝鮮とは呼ばなかったことを皆さんもご存知かもしれませんが、当時はわざわざ北朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮はといったように、断りを入れてこの問題を腫れ物で触るかのように、北朝鮮をある意味大事にしながら報道していた、そんなような歴史もあったわけです。姉が北朝鮮に拉致されてから、脱北した元工作員の証言によって、姉が北朝鮮によって拉致されたということが明るみに出てきました。先ほどのアニメのビデオの中にもあったと思います。控え室の方で仕事を聞いてて、ちょっと本当に心が動揺しましたけども、姉は工作船の中に、船の底に押し込められて、鍵のかかった扉の中から開けてくれと、お母さん助けてと泣き叫んでいた。で、その指先は血で染まっていて、ということを工作員の人が証言してくれました。13歳の右も左もわからない少女が、男でも怖いと思いますけど、女の子がそういう暴力的な中に追い込まれて恐怖の中にいる、本当にそれだけ思うと今でも自分の本当内臓がえぐられそうな辛い気持ちになります。どれだけ姉が怖かっただろうかと、絶望の淵に追いやられたかと思うと本当に辛くてなりません。
ちなみにその船が一緒かどうかは別なんですが、東京の横浜ですね、神奈川の横浜にですね、海上保安庁の施設があります。そこに北朝鮮が以前船、海上保安庁が追っかけてですね、彼ら自身が自沈、自分で沈んだ船が展示されています。皆様の中にも神奈川との横浜でですね、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、その様子を本当にびっくりするような光景です。もちろん船が錆びているんで、当時動いていた船とは雰囲気は違うんでしょうけども、船の底をですね、後ろのところからこう扉が開いてですね、そこからさらに小さい工作船が出入りするような、さらにそこから出るスクーターとかっていうものとか、大きな武器とかが全部並んでいるんです。その船で拉致されたわけじゃないでしょうけども、そういったところにもし自分が閉じ込められて、どんな気持ちになるだろうかって思うことを、リアルな現物として見てほしいなと思ってます。話だけじゃなくて、実際こういうことが日本に起きた、もしくは起きている、自分がそういう目にあったらどうなのかということを見るいい材料になるのかなというふうに思っています。そんな中、両親は私たち残された双子の子供の前で動揺したり涙を流すことはありませんでした。私の記憶の中には少なくともありません。ただ後に聞いた数年前の話によれば、母は私たち2人の双子がですね、登校した後に畳をかきむしって泣き叫んでいたって本人が言ってました。私たちの知らないところで本当に苦しみ、耐え抜いて時間を過ごしていた、そういう母の話を聞いた時に、後になって私も本当に辛い気持ちになりました。聞けば聞くほど北朝鮮のことを絶対に無視してはならないと思っています。父は残された双子の弟、私たちがですね、まあ、道に迷ったり、まあ、ぐれたりですね、そういうことがないようにということもあって犬を飼ってくれました。ただ犬は飼ったものの、まあ、父がその犬をすごく可愛がって、毎日朝、夕方ですね、夜ですね、まあ、新潟雪が多い土地があるんですが、雨が降ろうが雪が降ろうが、毎日散歩に出かけて父は行ってました。私も一緒に行くことがありましたけども、父はもしかしたらその父の、あの犬の散歩っていうことを目的ではなくて、やっぱりその日本海とか松林の中に入って、姉の形跡や手がかりがないのかなって見て探したんじゃないかなって今では思ってます。私も一緒にいると散歩するときに、そんな小学校3年生4年の自分でしたけども、姉の例えば靴が似たようなものが落ちてないかってことを下を見ながら歩いてた自分がいたことも今でも思い出します。でももうその時点では僕の前に北朝鮮の船に押し込められて拉致されたわけですから、まあそこに手がかりがなかったと思いますけども、まあそういった中でですね、家族が必死に歯を食いしばって生きていた、それが43年前の話です。そしてこのパンフレットのですね、22、3ページにですね、年表があるかと思います。これ一番左上が1977年の私の姉をはじめとする多くの被害者たちが拉致された、この年表でいうスタートですね。一番右側が2019年、20年と形でつながってるんですが、この左側のページの1997年に家族会結成って書いてます。私たち拉致被害者家族は、まあ、一人では何もできないので、この家族会結成をすることによって、この問題解決、被害者を救出するために家族会結成しました。その当時、報道機関や有識者の皆さんは、いや、北朝鮮がそんな拉致問題など起こすはずがないという論調を張っていました。私たちの真逆のことを言っていました。私たちは北朝鮮がやったら助けてくださいということを叫んでいましたが、そういうことを論調として立ち上げていた、そんな時代です。もしくは報道の力っていうのは、やはりその真実を伝えることと、2つ目は間違ったことを伝えること、3つ目には取り上げないこと、先ほど間違った真逆のことを言っていたっていうのは、間違った2個目の報道の姿勢だと思うんですが、
取り上げなかったことが、その3つ目の力が、この年表でいう一番左上の1977年のこの都市がこの直後に、日本政府や警察や報道機関が真剣に取り上げて、北朝鮮に強く抗議して、全裸被害者を取り戻してくれればですね、こんだけ長い年表、この43年の苦しみを味わうことはなかったと、今でも思っています。事件というのは本当初動捜査が大事ですから、時間をかければかけるほど解決するのは難しくなりますから、この年表にいろんなことが書かれてますけれども、本当になぜこの最初のところで動いてくれなかったのかということを今でも悔やみますし、それは大きな課題だと思っています。そしてこの時に国会の予算委員会で横田めぐみのことを取り上げるという話が出てきました。ちょうど私が福岡で働いた頃の話です。横田家の中で、いやそれはちょっと危険じゃないかと、実名報道に踏み切ってしまえば、北朝鮮は横田めぐみがいなかったものとみなすために殺す可能性がある、絶対に実名公開するべきではない、母と私と弟の哲也の3人はそういう意見で発言しました。父はそうじゃない、新潟県の Y さんもしくは M さんで取り上げてもらっても誰の関心も呼ばない、誰もこの問題に向き合ってくれない、リスクはあるけど横田めぐみという名前を挙げなきゃダメだ、絶対譲りませんでした。ものすごく長い時間、家族会議というよりはまあ喧嘩じゃないけど、すごく厳しい雰囲気の中で、家族の中で話をした記憶がありますが、父はやはりそこを譲らずですね、絶対実名公開するべきだと、ここ譲りませんでした。でもその実名公開したことがですね、今日のこの横田めぐみという存在がですね、拉致問題のシンボルになって、世界がこの問題を認知している大きなスタートだったことを考えると、当時の父の判断というのは本当に勇気ある英断だったなというふうに思っています。そして2002年の9月に事態が大きく変わりました。年表にも2002年のところに日朝